はい、皆さんこんにちは。原田憲和です。今日は首を長く見せないために必要なこと、このことについて解説をしていきたいと思います。私もともと首が長いですっていう方ね、たまにいらっしゃるんですけども、首の骨主に7つあります。この7つの骨、一個一個が人よりもねすごく長いんだったら仕方ないんですけども、意外とそうではなくて首が長く見えてしまっているという方結構います。これはどういうことかというと、大きな理由として肩の位置が下がっているというのがあるんですね。この肩の位置が少し上にあれば同じ太さでも長く見えないんだけども、これがストーンとね下がりきってしまうと首が長く見えてしまうんです。ではどうしたらこの肩の位置を上げることができるのか。ポイントはですね、鎖骨と肩甲骨ですね。鎖骨がこのように上に上がってしまったりとか、あとは肩甲骨が上に上がってしまうと首の位置が、この肩の位置が高くなりますので首が長く見えません。逆に鎖骨が床と水平とか水平よりも下がってしまうとか、肩甲骨が下方回旋という下向きの回旋をしてしまうと、この肩の位置が下がってしまう、肩峰が下がってしまって首が長く見えてきます。ですのでこの肩の位置、この肩の位置を上に上げるのがポイントになっています。具体的にはですね、この鎖骨の外側3分の1についたりとか、肩甲骨の上側につく、肩甲骨を、ね、上方に回旋させるような作用がある僧帽筋の上部繊維を鍛えることだったりとか、あとは前鋸筋ですね、前鋸筋を鍛えることもとても大事になってきます。ですので、この大きくこの2つですね、僧帽筋の上部繊維と前鋸筋を働かせる、強調よく働かせることによって、この肩の位置を上げることができます。あとはもちろんこの首の筋肉をね、鍛えていって、ある程度筋肉ボリュームを出すことによっても、この長く見えることを解消することができますので、ぜひ、ね、やってほしいなと思います。もし、まだ一つ一つの首の骨が長いなら仕方ないんですけども、そうでない場合は、この肩の位置が下がっていることが原因のことがとても多いですので、気をつけて見てほしいなと思います。はい、今日の動画が良かったらチャンネル登録よろしくお願いします。また明日も、ね、有益な情報を出していきたいと思いますので、よろしくお願いします。またお会いしましょう。さよなら。